バージョン1の魅力としてベッドマットが全部車内で収納できるキャンプギアを置いてみました。ここで天一だって食えちゃうわけです。こんにちは、ゴンナマンです。今回はフレックスのオリジナルシートアレンジバージョン1のご紹介を進めていきたいと思います。まず皆さんに理解していただきたいこととして、この動画の意図、ハイエースワゴンの内装アレンジ種類があることを知らないっていう方が未だに非常に多くてですね、各店舗でも在庫速報チャンネルっていったものを作って運用しているんですけれども、どうしても紹介しきれない部分であったり、どれだけ荷物が積めるのかとか、そういうのをなかなかね店舗でやるのは難しいので、ここはゴンダマン一肌脱いで徹底的にこちらの車両を紹介していこうと。今回サーフボードであったりとかキャンプ用品であったりとか、いろんなものを積み込んでみて、実際にバージョン1どんな感じで使えるのかっていったところをご紹介させていただきます。内容良かったらグッドボタンを押してください。ゴンダマンのモチベーションが上がります。まず前置きとしてですね、こちらのバージョン1ハイエースワゴンをベースに内装仮装した車両です。ハイエースってバンのモデル、ワゴンのモデルございます。ざっくりお話しすると、5人乗れる貨物車、10人乗れる乗用車っていう2パターンがあります。ナンバーの登録は3ナンバーです。内装仮装に関しては55万と2760円という大きな金額がかかっております。皆さんが一度は見たことのあるハイエースワゴンの純正の10人乗りの車両、あれをイメージされた上でどういったところが違いがあるのか判断していただければと思います。これ知っていていただきたいです。ハイエースワゴンをファミリーカーとして使われる方って今非常に多いんですけれども、チャイルドシートの問題絶対に覚えていただきたいです。2012年の5月頃シートベルト着用義務化になったので、そこからはもう純正のシートベルトしっかりついてます。もし中古車の車両を検討されている方は、そこの数字だけ覚えていただければと思います。チャイルドシート2パターン取り付けが可能です。一つがアイソフィックス、もう一つが3点式のチャイルドシートです。アイソフィックスのチャイルドシートに関しては2列目の運転席側に取り付けることができます。で、本来 GL のモデルって2列目と3列目の右側に取り付けができるんですけれども、バージョン1の車両に関しては3列目のシートを取り外して仮装を加えているので、1席だけ取り付けが可能です。その代わり2列目の助手席側1席と4列目のシート3点式になっているので、そこにもチャイルドシートの取り付けは可能です。こちらのハイエースワゴンの特徴として、2列目のスライドドアが左側にしかありません。その代わり2列目3列目ともに壁側にシートを多めにね取り付けることができるので、このミドルルーフっていう車両の中で10人乗れるっていう環境が整う、そういう次第です。ハイエースバンとかだとね、右側にも扉があって非常に乗り込みやすいんですけれども、ハイエースワゴンに関しては左側だけの扉となってますので、そこを覚えてください。今回この車体カラーとか、このカスタムの状況とか触れません。メーカーオプションとか基本的に全部ついてます。まずこのスマートキー、現行のモデルだと純正になってるんですけれども、スライドドアの自動で押すスイッチがあります。これを押すことによって距離が離れた場所からも事前に扉を開けるっていうことが可能になっています。そしてまず2列目空間をご紹介したいと思います。見ての通り黒いです。純正のハイエースワゴンの2列目のシートが残っています。内装仮装に関してはフロアの床張り絶対に行われています。床張りのメリットとして、まず掃除がしやすい、汚れにくい、フロアマット引かなくても水はけがいいのでメンテナンス性は非常に高いです。あとは床がデコボコしてない状況なので、荷物を積み込んだ時にガタつきがしにくいです。なんで四角い箱とかきっちり詰めることができます。おすすめのカスタムです。スライドドアを開けてステップの右側すぐに下駄箱、小物入れがあります。こんな感じで USB のポートついてます。走行中だけ連動するものになっています。さあ実際に乗車していきます。2列目からエントリーした際にハイエースワゴンの純正のステップ、大きく加工された入り口があるので乗り込みしやすいですね。座ってみるとこんな感じです。座面から天井まで約1メーターの高さ加工されています。足元も40センチぐらいあるので、よほど足のサイズのでかい方以外は快適に過ごせるのかなと思います。ゴンダマンのスペックとしては身長が186センチの体重が90
90キロです。僕よりでかい方ってなかなかいらっしゃらないと思うので、実際はより広く感じると思います。僕が2人座ったとしてもゆったり過ごせるかなっていったところではあるんですけれども、アームレストに関しては左側にしかないので、窓側の人に関してはちょっと狭い思いするかなってところは正直なところです。ただ先ほどお話ししたように、2列目のシートの壁側に関してはアイソフィックス対応のシートとなっているので、チャイルドシートを取り付けされてここに座ってベイビーの様子を見る、そういった空間になると想定しています。肩から引っ張り出せるタイプのシートベルトが取り付けされていて、ここ3点式のシートベルト取り付けできるのでご安心ください。見ての通り3列目のシートありません。じゃあこれ10人乗れるのっていう話なんですけれど、実はですね、この2列目のシートの後ろ側、ベッドマットの空間が背面掛けの2人乗りのシートとして登録されています。下側にシートベルト2点式のものが格納してあって、座る際はそれを取り出して後ろ向きで乗車するという具合になります。なので車検上正しく10人乗れる車なんですけれども、実際は8人乗りといったイメージで運用するのがとても広々使えておすすめの車両です。この車両に関しては車検が通る状態でご納車できるのでご安心ください。ベッドマットをご紹介していくんですけれども、このベッドマット3列目の座席を撤去して4列目のシートの座面と高さを合わせることで広いベッド空間を作ることができています。ベッドマットの寸法として一番長いところで175センチ、ベッドの幅が166センチあります。自分は斜めに寝ることができるんですけれども、人によってはまっすぐ川の字で寝ることができると思います。じゃあ175センチ以上の人を選べるシートアレンジないじゃんって思うかもしれませんが、また別のシートアレンジも175センチ以上でも快適に寝れるモデルあるので、それもチェックしてください。でバージョン1は先ほどお話ししたエントランス、この空間があるおかげでセカンドシートから1秒でベッド空間に移動することができます。これがめちゃくちゃ楽です。ここを気に入ってくださる方非常に多いです。いい点としてここに腰をかけてベイビーのおしめを変えたりだとかがこの空間でできます。日常的に合計8人のドライブ快適に行いたいよ、プラスベッドキットもあったらいいなという方にはかなり刺さる1台かと思います。イメージとしてはドライブ7、車中泊3、このぐらいの割合でハイエースワゴンの内装を検討されている方は非常におすすめです。続いてこの机についてお話し進めていきたいと思います。まずこのベッド空間に関してはサイズ175-166ってお話ししたと思うんですけれども、高さに関しては2列目のシートと変わらず天井までで1メーター確保されています。自分の体格でこのぐらい約10センチほど空いている状態なので、よほどの方は快適にくつろげる空間だと思います。で目の前にこのような机設置されています。ドライブ中の食事を食べる場所であったり、デスクワークする際に使えるものとなっています。机の大きさは奥行きが42センチ、幅が65センチとなっています。ドリンクホルダーが4つ付いているんですけれども、例えばノートパソコン置く際はここの間37センチ加工されているので、ご自身のパソコンのサイズ測ってみてはいかがでしょうか。足を伸ばして快適に過ごすこともできます。壁側にレールが取り付けてあるんですけれども、95センチの長さがあって、で前方向に取り外して移設を行うこともできます。この空間非常にいいですね。自分としてはこのぐらいですかね。4列目のところでポータブルバッテリーを置いて、この状態が個人的に一番大好きな使い方です。ここでしたらこの位置から電源をパソコンに給電したりだとか、こっち側に座る方の充電を行うであったりとか、バージョン1は簡易的な車中泊スペースって思われがちなんですけども、こじんまりした空間が逆に都合が良くて、前の4人と後ろの4人は違う空間として使うことができるんですね。ベッドスペースの空間だけすんごいゆるゆるに使っていただいて、もしくはきっちりとビジネス用として使っていただいて、で前の空間に関しては快適なドライブの空間として使うことができる、すごくマルチな車両ですね。ポータブルバッテリーさえ積み込んでいれば室内で IH であったり電子ケトルであったり使うことができるので、ここで天一だって食えちゃうわけですよ。ライトで使うのであればバージョン1の内装、コスパ的にも一番いいと思っています。
4列目のシート、純正のものを使っています。例えば片側の最後列だけ跳ね上げていただければ後ろ側が乗り込み口として使うこともできるわけです。アウトドアシーンとかで開放的に景色取り込みながら作業スペースに入り込むことができると、これも楽しい使い方の一つだと思います。テレワークとか自分もするんですけれど、何が嫌って画面覗かれるのが嫌なわけですよ。ちょっとプライベートを欲しいんです。そういう時にこの4列目の座席が壁となって、ここで快適に作業を行うことができると。こうやって4列目シート全部跳ね上げた状態でデスク、ここ2列目の後ろ側の空間を背もたれとして、こういった使い方もできたりします。これ面白いですよね。ここアウトドア用品のキャンプギアとか置くこともできますし、高さも確保されてるんで背丈あるものを置くこともできますし、こういったガランドな感じで寝袋とかをベッド下に置いて最低限のテレワーク、車中泊っていった遊び方も可能です。バージョン1の遊び方の幅は計り知れないですね。この状態であれば車内で天一食ったって匂いはつかないと思います。知らんけど。4列目シートだけ跳ね上げると奥行きが約68センチ、全幅168センチ、高さが約140の空間確保できます。なので大きな段ボールだとかトラベルケースであったりとか、そういったものも基本詰め込めるはずです。今適当にキャンプギアを置いてみました。キャンプ用品の入る箱とポリタンク、椅子三脚、ワンポールテントを入れました。まだまだスペースに余裕があるの伝わると思います。ベッドマットの収納の仕方は後半でご説明させていただくんですけれども、左側のベッドマットだけ外して収納空間拡張することが可能です。こんな感じで簡単に取れます。セカンドシートから触れるベッドマットも同様に外すことができます。10席側3枚の大きなマットで構成されています。で、片側のベッドマットを外した状態であればエンジンフードまで奥行きが2メーターと85センチ確保されているので、若干長いミッドレングスの長さであっても余裕を持って置くことができます。入れる際は直置きじゃなくてハードケースか何かに入れた方がいいです。今はディスプレイとして置きました。触れ忘れたんですけれど、ベッド下の空間幅 51.5センチ、高さが33センチあります。以上。天井の空間、家具の取り付けされていないのでサイドバーであったりを取り付けるとフロアの収納空間を失うことなく上に取り付けができます。はい、ゴンダマンのおすすめとしては運転席側空間に常に展開しておきたいものをセットして、助手席側の長物を置ける空間はなるべく物を置かないようにしておくのがおすすめです。後ろまでのウォークスルーとしても使うことができるので、この下側はフレックスのコンテナボックスであったりとか、あまり奥に入れ込んじゃうとちょっと面倒くさいなっていう軽めの荷物入れておくことがおすすめです。この机の面白いギミックとして後ろ側に伸びる足がついてます。ロックボタンがついていてこのように伸ばすことができます。そうすることでここに座ってテーブルを作ることも可能です。さっきまではベッドマットがあったじゃないですか。ベッドマットがない状態でもテーブルの展開が行える設計となっています。超いいですよね。ベッドマットの収納の仕方ご紹介させていただきます。2列目シートの後ろのベッドマット、この下が収納空間となってます。机はロックボタンが2つついてるんですけれども、直感で触れるものになっているので基本的に説明は不要だと思います。これを一旦外したらセカンドシートの空間にでも置いといてください。そしたら次これですね。ベッドマットをどんどん外していきます。全部マジックテープで止まっているだけなのでお子さんでも外せる内容となっています。このマットを開ける際にセカンドシートレバーを操作して角度がついてる状態から90度の状態に変えておいてください。開く時に干渉します。こんな感じですね。シートベルトの受け口がマットも貫通して取り付けしてあるのでこっち向きでは開かないです。こうです。この状態になったらやっと収納スタートっていう段階ですね。ちょっと見づらいかもしれませんが、この下の空間、大きく L 字型となっております。リアヒーターのボックスがここに。まず一番最初に収納するものは机です。机をこの向き、後ろ向きにしてこのロックとかの金具がある方を2列目の座席の下に潜り込ませるようにこうやって収納します。
こんな感じですね。でそしたら次に入れるものは4列目の座席の前の土台です。土台関係外していきます。大きく3つあります。最初に収納するものは助手席側の T 字型の家具ですね。これを外して机の上に置きます。この状態です。続いて左手の家具外します。これ下側にボルトが2本ついていて半時計回りで回していただければそのままスポッと抜けます。こんな感じです。これも L 字型となっているのでこの向きにしていただいてまたテーブルの上に重ねて収納を行います。こんな感じです。この真ん中の土台も内側にボルトが2本取り付いているのでこれを外していきます。こんな感じのパーツになってます。内側が収納になっているので中にボルト入れていただいてもいいと思います。これをこうやって折りたたみます。そしたら2列目の座席とリアヒーターのボックスの間の空間に収納を行います。この向きでこの空間に入れ込みます。そしたら残りの小さなベッドマットたちを入れていきます。これとこれ、この形のベッドマットをひっくり返していただいてここにこうやって収納します。最後にこの形のマットレスを収めたら収納完成です。シートを収納するとこんな状態になります。バージョン1の魅力としてベッドマットが全部車内で収納できるっていったところが売りになってます。バンっぽく使いたいよっていう場合もこういったテイストで車両を使うことができます。さあということでいかがでしたでしょうか。今回シートアレンジのバージョン1を徹底的にご紹介させていただきました。こんなにじっくり紹介したの初めてだったので撮影がもう2時間ぐらい回っております。これで少しでもフレックスのバージョン1を検討している方の参考になればいいなっていったところではあるんですけれども、まだまだここ足りないよっていう部分があればコメント欄なり何か残していただければと思います。バージョン1の車両に関しては本当ライトなカスタムなんですよ。ミドルバンのような使い方もできてハイエースワゴンのように10人も乗れると使い方を一つの言葉で表現できないような車両になってます。お近くのフレックスの店舗全店に置いてあると思います。気になる方は要チェックです。最後までご視聴いただきありがとうございました。めちゃくちゃ疲れたのでもう今日は寝ます。それでは動画最後まで見てくださってありがとうございます。今撮影している場所がフレックスのハイエース千葉北本店の撮影スタジオでございます。ここやばくないですか。 YouTuber さんが欲しがるような完璧な空間が揃ってます。多分今後ねフレックスの車両紹介系とかやる時があったらここで撮影するのかなと思います。